皆様、お久しぶりです。札幌グルメ、ひんなひんなの胸です。いやー、1ヶ月以上、緊急事態宣言長かったですね。しかし、まあ、ね、現在、ちょっとこう、今日撮影しているのが18日なんですが、20日、あ、21日からね、マンボウということで、お酒が7時、営業が8時ということで、いやー、まだまだなんかちょっと続きそうですが、まあ、緊急事態がね、明けたので、動画とかね、ブログも再開したいと思います。ではね、今回ね、再開1回目はですね、東千歳バーベキューというですね、もう穴場も穴場、札幌グルメ言いながらちょっと1回目から離れましたけども、まあそこは楽しんでみてください。に、行ってまいりました。こちらね、まあ3回ぐらい行ったことあるんですが、まあ、いつ行っても人気店でして、もうライトにね、バーベキューをもう楽しめるお店でして、もうほんと、なんていうんですかね、この、プレハブっていうんですか、中にね、もう、炭の場所をバーンと作ってね、豪快にね、チキン焼くわけですよ。鶏胸肉とかその鶏の足をね、焼くんですが、これがまたね、熱い。そして美味しい、こってね、とんでもなく、もうまあ雰囲気が良くてね、楽しめるお店だかと思いますので、まだね、今ちょっとドライブがてらね、行ってみるには最高のお店かと思い、今回ご紹介したいと思います。ではひんなひんな、今後もね、よろしくお願いします。再開1回目スタートです。どうぞ。さて、今回は千歳にございます東千歳バーベキューさんへ。場所はね、もうほんと Google マップで調べてください。周りはね、もう農家ばっかりなのでね、ほんと何もないです。コンビニだとかもね、結構近くにはなかったので、本当にのどかでね、この天気のいい日にはもうものすごくね、ドライブだとか自然を楽しめる場所でございます。訪れたのは日曜日の13時半ですが、見てください、こちら30分待ち。この時間でもね、本当に混み合ってまして、このね、プレハブの建物の中でバーベキューをします。そして名物ののれんがこちら、鶏だけでなくね、のれんまで焼いてしまったのかと思いますが、これが東千歳バーベキュー。店内はね、レンガ作りの焼き台でね、みんな並んで豪快に焼いていきます。メニューはバーベキュー1000円、こちらね、大きめの鶏2本でございます。あと野菜炒めが300円、これもね、ほんと美味しいので、どちらも頼んでみてください。そして味の決め手はこの秘伝パウダー、こちらをね、振りかけて焼いていくのですが、注文後ね、すぐに持ってきていただいたのがね、おばあちゃんがね、手際よくね、さっさと味付けしてね、焼いてくれるんです。こちら見てください、この豪快な秘伝パウダーへの大量投入。もうこれでね、味が決まりました。中身は何かわからないんですが、本当に美味しい。ここから先はどんどん自分で焼いていきます。もう座った瞬間から炭火が最強に強いので、本当ね、思った以上に早く焼けます。特にね、皮の面はね、焦げやすくて、こうやってね、ひっついてしまうので、結構ね、こうこまめに調整しながらやってみてください。このね、焼いてる時間もとっても楽しいんですがね、この場所によって本当に火力がえげつないことになっております。ぜひぜひ気をつけてみてください。こちらが野菜炒め、なんとね、このボリュームで2人前600円です。中がね、もやしとキャベツ、ほんのね、少しだけ鶏肉と、めちゃめちゃシンプルなんですが、これがめちゃくちゃに美味しいです。いやー、これがね、本当に美味しいんですよ。なんならね、チキンよりこの野菜炒めをメインにね、行く方も多いはずです。注意点として、お肉も野菜も追加注文できないので注意してください。さあ、焼き上がりました。この滴る油いかがでしょうか。ただね、熱すぎてもうね、持てない、食べ方が分からず、プチパニックになってしまいます。本当にね、やけどだけには十分注意して食べてください。
まずは最初は大好きな手羽先からいただきます。最初ねみんなワイワイと楽しくお話ししてるんですが、後半ねほんと皆さん無言でかぶりついております。少し冷めてからはもうこうね手で豪快にいきましょう。油はね垂れて飛んでしまいますが気にせずに行くのがいいです。この、ね、白いものを着ていったのが間違いでございました。なぜか僕ね肉系食べるとき白になってしまうジンクスがある。そして煙はね結構気にはならないんですけどね、匂いがめちゃめちゃつきます。そしておすすめの食べ方がこちら。まあね説明しなくても皆さんやるかと思うんですが、このまず野菜ですね、もやしとキャベツのしなっとしたものを乗せて、その上にチキンを乗せる野菜オンチキンライスということでね、これがめちゃくちゃ美味しい。秘伝のパウダーの味が染みて、もうねご飯が何杯でもいけちゃうぐらいの美味しさでございました。いやーもう味もそうですよね、やっぱりどこで食べるかっていう雰囲気もね本当に大切だなっていうのを感じさせられるのが東千歳バーベキューさん。このね食べ方もそうですけど、お店トータルで見ても本当に素敵なお店でございます。このように自然に笑顔が溢れてくるお店。ちなみに飲み物はねペットボトルのコーラだとかお茶だとかがねセルフで置いてますので、それを取ってね後でお会計してください。ほんと素晴らしいお店でした。ごちそうさまでした。はい、東千歳バーベキューさんいかがでしたでしょうか。もうねめちゃくちゃ前からってやっぱほんと常連で何回も行ってる方も多いですし、今回ねちょっとね一点気になったのが、営業時間なんですが、11時から19時、やってるんですが、中休みがね一応書いてはなかったんですけど、僕今回行ったのが13時半頃到着したんですよ。で外も待ってたので30分ほど待って14時頃に入店したんですが、その時にね外にいたお客さんも一回全部入ってくださいと言われてですね、入ったらねシャッター下ろされたんですよ。一回ね15時過ぎまで中休みをされて、その間に来た方はちょっと入れなかったりしたので、意外とねそのランチを外して行った方が空いてるだろうと思って行くと、中休み中とか空いてない可能性があるので、ちょっとねそんなに遅かったりしない方がいいと思います。行くならちゃんと夜の時間、お昼もちょい遅れぐらいで行くのがベストでございます。もうねこの栄養ドリンクの瓶に入ったね何かわからない魔法の粉、わかってるかと思いますが皆さん魔法の粉と言ってくださいね、だったり、まあ、胡椒をね、バーバーっとかけるんですよ。もう、まあ、塩梅はあると思うんですよ。適当って言ったらあれですけど、ふわーっとまず最初かけて焼くわけですよ。でも、強烈な炭火ね、もう、熱い。もうね、多分、店内35ぐらいある、5度ぐらいあるんじゃないかというぐらい熱い。もう、上半身がまず焼けるように熱いので、もう汗ダクダクで食べてください。で、皆さんね、あんまり楽しく話してると、もう、熱すぎて皆さんね会話がねどんどんなくなってきて、さらにまあこうチキンをねむさぼり食うんでね、さらに会話がなくなるっていうね、意外とねお店の中は静かになってるんですよね。でも本当思い出になるんじゃないかな、写真いっぱい撮ってね、なりますし、鶏もね2羽で2本ついて1000円で、サラダ野菜がねこれめっちゃ多いんですよ。1人前300円、2人前でもね2人でもかなりの量あるので、これのチキンと野菜は絶対頼んでください。でご飯も進むので、まあご飯も絶対食べた方が僕はね好きなのでいいのかなと思います。あとねドリンクはセルフサービスになってるので自由にね取ってください。いやーねかなり美味しいお店ですし人気店です。この時期ねちょうどねやっぱり天気も良くて、かなり混み合いますので、ぜひぜひドリブがてら行ってみてください。では今後もひんなひんなまたまた再開していろんなお店紹介していきたいと思います。では今日はここまで、バイバーイ。Thank you.